ちゃこんにちは。はい、はい、ゆうたかさん、はい、クライマックスシリーズファーストステージセリーグの第3戦。そうだね、はい、3戦目までね、もうすれ込んだね。はい、うん、終わりましたか。はいはい、まあ DeNA、うん、今日の試合はね、浜口対阪神才木、はい、ね、その投げ合いで始まるんだけども、はい、さあどっちが勝ったのか、どんな試合になったのか、ね、まあ、前の2試合がね、そうだね、こう僅差の試合で、そうだね、うん、だったので3試合目、まあこの2チームは昨日の状態だとか おとといの状態を見てると、うん、まあ打撃戦にはならないね、なんかね、まあそんな感じがする ね、なんかもし打っているならそのチームが勝つっていうところがあるんでしょうけど、楽勝に勝ってると思うね。なかなかそれが難しい試合を続いているので、そうだ、ね、さあまずじゃあ、まあ、私の表情を見てどうなったか分かると思いますが、はい、テンション上げて頑張りましょう。はい、はい、ということで今日の、はい、先発オーダー、そうだね、ですね、はい、はい、1、2番変えてきたね。はい、そうですね、桑原がやっぱり良くないのと、まあ才木ということで、まあ左の責任を持ってきて楠本を戻したというね、うん、まあ1戦目からね、はい、まあここら辺は変わらないけども、うん、まあ大和まで変わらないけども、まあ3戦とも、はい、なんかこうキャッチャーが違うというね、ミネでスタートして、はい、伊藤で行って戸柱で行くという、うん、でピッチャー浜口という、はい、ね、で阪神の方は2番に北条を持ってきた、はい、ね、北条はちょっと前のね、うん、あのクライマックスシリーズで大当たりしたという、そうですね、そういうゲームも担いだのかなというようなね、うん、まあ、そんな感じがするけども、はい、あとは、まあ、左ということで陽川を入れてきて、はい、まあ、バッテリーは梅野と才木という、うん、まあ、こういうのでスタートをしました。はい、まあ、このオーダーに関してはどうですか。やっぱりポイントとなるのは、うん、DeNA の 1、2番、はい、うん、だなっていうふうに思うのと、うん、このシリーズ2番で苦しんでんだよね、うん、なるほど、糸原を使うけども糸原がなんとなく機能しないというね、うん、まあ、そういうところで、あとはそうだな、まあ、あとは大山、うん、ここら辺がどうなのかなというような感じがするけどもね、うん、はいはい、まあ、この DeNA のキャッチャーが変わるっていうのはピッチャーに対しての相性だろうねっていうことですかね、うん、なるほど、だからまあシーズン中もこういうふうな組ませ方をしてたし、うんうん、だからまあここら辺はあの仕方ないとは思うんだけども、はい、やっぱ3戦とも違うっていうことは、うん、どういうことが起きるかというと相手を掴んでないっていうことだよね、まだ、まあ、なるほど、まあ、情報としては与えてると思うんだけども、うん、はい、やっぱ3戦とも違うとさ、まあ阪神側も嫌かもわからないけども、はい、やっぱキャッチャーとしてどういうふうな攻めどころ、データではないところが分かってないということだよね、うん、こう肌で感じる感覚というか、そう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 、うんうん、だからまあここら辺がちょっとあれかなっていうふうには不安かなっていうふうには思った。なるほど、はい、はい、はい、ということで、はい、そうだね、はい、試合第3戦、はい、こうなりました、まあ、結果はこうなりました、また1点差ね、え、はい、まあ初戦はね、うん、2-0 でね、うん、阪神が完封、はい、1戦目は2戦目は、はい、DeNA が 1-0 で完封、はい、まあ、ここはもう 3-2 というね1点差になりましたが、はい、まあ、浜口の立ち上がりって昨日の動画をご覧になった方は 言ったんだけども、初回中野にフォアボール、はい、うわやっちゃったよと思いながら見てて、うん、で北条の2番、うん、バント1球目空振り、はい、それもボール、かなり分かりやすいボールでしたね、かなり分かりやすいボール、うん、で2球目もボール、うん、それをやってくれたんだよね、うん、でワンアウトを取れた、うん、それで浜口がちょっと落ち着いたね、うん、あれボールボールって見逃されてるとさ、非常に危険な状態に浜口が入りそうだったんだけど、まあ北条も早くやって楽になりたいというね、うん、そういう気持ちがあったのか初回、まあそういうこともあり無難に立ち上がったということ、はい、で才木、うん、ね、立ち上がり、まあ、楠本の当たり、まあ、非常に難しい当たりだったんだけども、はい、先っぽに当たってね、はい、バットが折れて、うんうん、で佐藤がファーストに、悪送球をし、はい、エラーになるんだよね、そうでしたね、まあ、だけど佐野真希を打ち取り、はい、まあ上々の立ち上がり、はい、今日はサードに入ってたんですね、そうだね、佐藤選手が、はい、はい、で、まあ、2回もフォアボールを出すんだけども、はい、まあ、下位打線ということもあり、うん、まあ、打ち取る、でホームラン2回、宮崎、はい、先頭打者、はい、ね、2球目、ファーストストライク、はい、こんな高めをライト
スタンドに放り込んだ、うん、まあ、昨日俺言ったと思うんだけど、はい、佐伯はもう最初から行けるところまで飛ばしていくよっていう、うんうんうん、でね、スピードガンは150キロを超えてるんだけども、はい、宮崎に対してこの高めをさ、ライトスタンドに放り込まれるっていうことはスピードガンは出てても球に力がないのかなっていうふうに思った。うーん、なるほど。キレとかね、はい、あ、だから、あ、不安だなっていうふうに思った一撃だったよね。でもまあ宮崎はうまくね、はい、まあ、こういう試合だから選手点というのは非常に大きくて、そうでしたね、まあ、取っていったというね、はい、で3回、はい、相手のミス、うん、まあ、ワンアウトから関根がフォアボールを取り、はい、楠本がライト前を打つんだよね、うんうん、で、まあ、当然のごとく関根は三塁に進んで走る、はい、だけどそこで大山がファンブルをして、はい、2番の楠本がその間にセカンドを落とし入れて、はい、ワンアウト1・3塁を作る。ワンアウト1・3塁、あ、2・3塁、うん、はい、ワンアウト2・3塁を作るんだよね、はい、それでその時にワイルドピッチ、そうでしたね、うん、佐野の打席の時にね、はい、梅野の股間を抜けてって、うん、それで1点を取ってなおも 1・3塁でその佐野はフォアボールで歩いて1・3塁ね、うんうん、ごめんね、こう前後して、で牧初球を打ってセカンドダブルプレー、はい、2点目が取れずこの回の、うん、都合3点目が取れないということで、まあ1点をしか取れなかった、相手のミスがありながら1点で止まってしまったと、はい、で3回4回、はい、4回にもこの佐藤のホームランの後に、うん、ダブルプレーで外が打つんだよね、はい、で先頭バッターが出て宮崎がフォアボールでね、外がゲッツーを打つ、はい、で2イニング連続のダブルプレーで、はい、ちょっと流れが嫌なんだよね。うん、でその前にちょっと話は前後したけども、うん、4回佐藤が2アウトからホームランを打つ、うん、初球、はい、これ2アウトから何を避けなきゃいけないかっていうのはちーちゃんわかる？ツーアウトからランナーがない状態で、うん、佐藤選手、うん、ホームランだよね、しかないですよね、うん、はい、だからそれを初球ホームラン打たれたっていうことはさ、はい、やっぱそこを張られてたっていうことがあるんだよね。うん、そこを待たれてるっていうことがあるんだよね、はい、だからそこを待たれててホームランが出た、うんうん、これ見事だよね。でもね、はい、それを逃さなかったという、センターバックスクリーン、うんうん、ちょっと右の方向に打ったんだけども、はい、まあ見事なホームランで1点を返した、うんうん、はい、で流れがこう変わってきた、ダブルプレーで、はい、ね、非常に嫌な展開になってきたんだよね、はい、ただ阪神のミスが非常に多い、うん、ワイルドピッチがあり、うん、佐藤のミス、うん、大山の、はい、守備ね、はい、これはね、やっぱ攻撃的な布陣を引いてる分だけ、うん、やっぱこれは仕方ないというふうに阪神は思ってたはずなんだよね、うん、これ出るのはやっぱり使ってる不慣れなポジションをいろいろ初戦から内野やらしたり外野やらしたりしてる、まあ、ツケが出てるなっていうことで、まあ、でも我慢するしかないという、はい、まあ、そういう ところで逆に DeNA の方は外のファインプレーであったりだとか宮崎のファインプレーがあって、うん、圧倒的に DeNA のペースだったわけよ、はい、でもこのダブルプレーからちょっとずつ流れが変わってきて、うん、この6回に行くんだよね、はい、で6回先頭の使った北条、はい、ね、先頭打者でツーベース、はい、うわーと思って、うん、これはまあ同点になるんじゃないかなと思った時に、うん、まあ、近本にバントをやらすんだよ、はい、3番の、はい、そしたら1球目とんでもないボールをバントしに行って、はい、これはやっぱ近本でもやっぱかなりプレッシャーがかかってんなっていうような、うんうん、そんな状態で次もファールにしたんだよね、はい、で追い込まれた、うん、でこのバッテリーはどうするかなと思って、うん、で当然阪神ベンチは近本にもう強行に行くよね、はい、打って進めてくれ右方向にね、はいはい、で近本もそうやってファールでね粘りながらここでね、まあ、さっき言ったよね、オーダーの時に3戦ともキャッチャーが違うという、うん、そこで外を攻めてたんだけど、うん、やっぱもうしびれを切らして、うん、インサイドに持っていくんだよね、はい、近本の、はい、それを逃さなかった近本が、でライトオーバーのツーベースで同点になったんだよ。なるほど、はい、でなおもランナーセカンド、うん、ノーアウトね、うんうん、でこの時に俺は思ったのがやっぱ3戦とも違うキャッチャーが、はい、
でね、中野と近本がやっぱ当たってた、うん、で今永からも打ってた、うん、この左対策に対して近本中野っていうのはやっぱインサイド寄りのボールをヒットしてるケースがすごく多かったんだよね、はい、だからここは近本に対して外一辺倒でよかったと思うんだよ。うん、だそれをインサイド持っていったがためになんかこう壺に投げちゃったみたいな感じで打ち返されてたね。なるほど。で次の大山、はい、どうするかなって4番大山、うん、送りバントなんだ。これなぜかというと阪神は引き分けでも進出ができないから。そうですね。だからここで絶対勝ち越したいと思ったはずはなんだよね、うんうん、だから大山も当たってないしバントに行ったんだけどやっぱ不慣れだねキャッチャーのファールフライでワンアウト、はいはい、でここで大山の時に浜口を諦めて入江に変えるんだよね、はい、だから球の力があったから、まあ、できなかったということもあって、うん、で原口、はい、フルカウントからまっすぐ外寄りのまっすぐがシュート回転して外の甘めに入ったボールをレフト前に打つんだよ、うん、原口が、はい、でこの時に入江のフォークが良かったんだよね、はい、でなんでまっすぐで行ったのかなって、うん、多分ね落としてても俺原口は責任感が強い男だけに、うん、自分が返さなきゃと思って多分振りに行ったと思うんだよ、うん、ね。そしたらレフト前ヒット、まあセカンドランナーやっぱ優秀なランナーだよね、うん、近本が帰ってきて逆転を許すんだ、はい、でもなんでまっすぐを行ったかという伏線は、うん、佐藤にあるんだよ、うん、その前の打席ホームラン打たれてるでしょ、はい、だからあ佐藤の状態が上がってきてるから多分原口を歩かしたら佐藤との勝負になったらきついと思ったんだろうね。なるほど。だからまっすぐで多分勝負に行ったと思うんだけど、うん、それを見事に、まあ、原口がタイムリーヒットを打って逆転をしたと、はい、でまあ両チームの継投、うん、西純也がさ、うん、出てきてあの若いのに落ち着いてるな、うん、まあ、素晴らしい育て方をしてるね、うん、打ってもさあのエスコバーからインサイドのボールあれだけの速いボールをツーベースヒット打つとかさだからすごいなってすごい系統するなっていうふうに思うのと、はい、やっぱ岩貞も良かったしさ、うんうんうん、やっぱそのそれぞれの中継ぎで出てきたピッチャーの責任を果たしてきてるよね、はい、ここまでね、うん、で湯浅8回に出てくるんだよ、はい、佐野の場面でね。そうでしたね、うん、あのランナーセカンドでワンアウトから送って、うん、はい、桑原に送らして、うん、ね、関根を送らしてランナーセカンドを作り、うん、佐野を迎えた時に、西純也から湯浅に変えるんだよね、うん、でやっぱ大したもんだな。で佐野もやっぱりこうキャプテンという責任感もあり、うん、ちょっとやっぱこう力んでたね、うん、うん、それでファーストボールに打ち取られて、はい、まあ、9回を迎えると。そうですね、うん、はい、で9回、うん、牧と湯浅、いやー見応えがありました、ね、いや見応えだったな、はい、まあ、ホームランは出ないというふうに思ってたんだけど、うん、ああいい勝負だろうなって。これはなぜかというと、うん、シーズン両選手とも頑張ってきてるじゃない、うん、はい、だからそういう選手たちにはやっぱりいい勝負というか、うん、もうどっちかわからない、うん、あこれは絶対打つよとは言えない、うん、愛にはね、うん、でも牧がやっぱ執念でね三遊間を割って塁に出た。もう気合が爆発してましたね。そうでDeNA の方は1点でよかったんだよね。逆転することはない。引き分けでも、まあ、延長12回まであるけども、はい、引き分けでも進出ということで、まあね、とりあえず追いつかないとというところで、ね、ここで代走出さないのかなとか思ってたんだけど、はい、で宮崎にこれを送らさなくていいのかなと思ったら、まあ、強行して、はい、まあ、三振という。で外、はい、落ち着いてたね、うん、やっぱこうボールはしっかり見極めてフォアボールを取るんだけど、はい、まあ、ここの 1,2 塁になったところで、うん、セカンドランナー上里、うん、ファーストランナー森に変えるんだよね。はい、もう両方ね、ダイソーで。そうそう、はい、で代打、はい、オースティン。その前にも使おうかなと思ったけども、やっぱ三浦監督が我慢してたんだよね、使うところを、うん、で、ヤマトのところで使った、はい、ヤマトも勝負強いんだけどさ、うん、まあ、オースティンの方がやっぱ怖いよね、うん、長打もあるしね、うん、で、そういう意味で、まあ、初球、うん、まっすぐをセンター前に打った。やった同点だと思ったらライナーだから、はい、やっぱこう飛び出せないんだよね。だからいいスタートが切れずに上里がサードに止まる、はい、森はなんか飛び出してたみたいだけど、は
まあだけどそれで満塁、うん、でピンチヒッター藤田、はい、ね、ベテラン藤田選手、まあいろんなことを乗り越えてきてるよ、はい、ね、岩佐の初球、うん、まあ当然ベテランだから、うん、満塁の初球、うん、これは狙ってくるよね、うん、で岩佐だったら必ずまっすぐで来るってそこまで読みが当たってたと思うんだけども、うん、打った打球がセカンドの強い打球になって、うん、ホームゲッツーという、はい、ダブルプレーを食らったという一瞬何が起こったのかわからないような、うん、そうだね、あっという間にその瞬間を迎えてしまいましたが、まあそうだね、まあでもねやっぱ素晴らしい試合だったと思うよ、うん、本当にそうでしたね、両者譲らず、うん、で、まあ、阪神の方は経験値が高かったね、クライマックスシリーズ、うん、負けれない試合というのはね、はい、で DeNA の方はやっぱ経験がなかっただけに、うん、どうしていいかっていうのがやっぱこう分からなかったと思うんだよ、うん、それは勝ちたいという気持ち、繊細にやらなきゃいけない気持ち、それは分かったと思うんだけど、はい、やっぱプレッシャーだとかその1球の重みだとか、うん、ね、大切さとかだとかいろいろ分かったと思うんだよ、うん、でね、三浦監督もこの試合で俺は間違いはなかったと思うんだよね、一つも、うんうん、ただキャッチャーを3試合とも違ったがために俺は配球を間違ったところが2箇所、うん、動画の中でも説明したけども、うん、あそこがなんかもったいなかったなって思うだけで、うん、はい、あとはね、みんな間違いを起こしてないんだよ、うん、ね、神里の走塁、あれで帰ってこれないか、ダイソーがって言うけど、あのライナーで飛び出せないから、うん、ランナーは、うん、だからそこも攻められないし、うん、その藤田の考え、うん、その初球からいく、うん、これもね、ベテランだから分かるんだよ、うんうん、ただ結果が一番悪い結果に出ちゃったからさ、うん、ちょっとガクッときちゃったけどもさ、うん、まあだけど、なんていうのかな、岩佐がちょっととちらかった時に、うん、梅野がパッと行ってね、うん、肩を抱いて、ね、落ち着かして、はい、それで宮崎を三振取ったのかな、うん、満塁になった時にやっぱり矢野監督がわざわざ出てきて落ち着かしてみんなを、うん、ね、おそらく同点でも、うん、同点になったとしても、うん、延長12回までは戦えると、うん、だから思い切っていけって、うん、ね、お前ここまでお前がやってくれたんだから思い切って投げろって多分言ったと思うんだよ、はい、その結果がやっぱあのなんていうのゲッツーにつながったのかなっていう、うん、で DeNA の三浦監督も俺は待ってこの試合では一切間違ったことは多分なかったと思うしね、うん、まあダイソーのタイミングがちょっと遅いなっていうぐらいで、うん、だけど間違いではなかったと思うしね、うん、だけどこういう試合はやっぱ経験をしてやっぱ選手っていうのは大きくなるし強くなる、うん、だから来シーズンにつながる敗戦というね、はい、うん、でいきなりはもうバーンと強くならないからでもこういう経験をしながらやっぱ強くなっていくし、はい、で阪神の方はやっぱ一日でも長く矢野監督と野球がやりたいというね、うん、思いが通じたようなそういう試合だったかなっていうふうに思うよね、うん、ということでということで下書いてます、阪神がファイナルステージ進出、あ、そうだね、進出ということで、はい、決まりました、決まりました、はい、ね、ヤクルトの相手は阪神です、はい、おめでとうございます、ね、ということで、はい、ここはどうなるのかな、うん、はい、はい、ということで、はい、はい、またね12日からまたね、うん、ファイナルのね動画も出さなきゃいけないし、はい、出したいと思います、はい、ということで、うん、やっぱり初戦を取ったチームが進出の確率が高いっていうことはまた今回も、まあ、証明されるような形にはなったけども、ね、まあ本当3試合ともね、いい試合だった、すごいいい試合ばかりで、うん、ただねやっぱ一つのミスとか、うん、1球の配球、うん、どこをどう使うか、うん、やっぱ野球ってすごく奥が深いし、うん、それが打ち取れば間違いではないと思うんだけども、うんうん、だけどやっぱ結果がそう出ちゃうよなっていうふうに思うようなことだけは、うん、やっぱこれからもやっぱこう勉強しながらね、うん、まあ明るくていいチーム、うん、ね、DeNA は、うんうん、ね、明るくていいんだけど、うん、やっぱそこと明るいところと、うん、またこうなんていうの勉強してるところと、うん、ね、そこら辺がまた融合できるとね、でやっぱこういう試合に参加できたっていうことはまあ来年につながるし、うん、だから認めなきゃいけない、まあね、あの普段あれだけ明るくてね、あの笑顔のいっぱいあるチームですが、今日の試合を後の皆さんの表情を見てるとちょっとグッとくるものもそうだなありましたね、かわいそうだったな。うん。
ね。まあ、藤田頑張れよ。うんと、ね、はい、切り替えて頑張れ、うん、君は藤田はいろんな経験を後輩に伝えていく義務もあるしね、うんうん、だから最後ああいう風な結果に終わったとしても、うん、何ら責められることもないし、うん、一生懸命やった結果だからみんなが認めてくれるしファンもね認めてくれる。お前がボンダだったらしょうがないって、うん、ね、そうですね、うんうん、でも阪神も最後の最後にね、うん、ああいう粘りを見せたっていうことは、まあ、本当にファイナルステージ行っても、うん、素敵な試合をやるんだろうなっていうふうにまた応援します、うん、はい、もう見応えのある参戦でした、ね、そうだね、はい、はい、ということで、はい、またファイナルステージでお会いしましょう。はい、はい。